鈴木三太夫は、江戸時代前期の相模国海老名号大谷村の名主、義民。本名は三左衛門といい、三太夫は死後に送られた名とされる。大谷村は幕府領であったが、遠方2年に旗本の町の雪信が領主となった。町の雪信の,の下で農民の年貢負,負担は重くなった。天下3年に、この町の雪主が家督を継ぐが、年貢徴収は、 さらに厳しさを増し、強作に伴って死者も出た。名主であった三左衛門は、江戸幕府に直訴を企てたが、事前に密告されて捕らえられ、状況元年4月27日に、今里の大官所で残首に処せられた。三左衛門には、子が二人いたが同罪として処刑され、事前に離縁していた妻も自害している。父の亡骸は、妙常寺の住職に引き取られて、 同時内に葬られた。元六十四年、町の雪主は改役処分を受けた。村人のために犠牲になった三左衛門は、地元で三太衛として語り継がれた。郷土史家中山舞吉は、三太衛は、徳の優れた人物に送ったのであると推測した。1938年には、三左衛門の屋敷跡に、鈴木三太衛王の日が建てられた。 1952年には、鈴木三田幽霊堂が建設され、1973年には、大谷自治会によって、鈴木三田幽霊堂内に、移民の人大する検証碑が建てられている。1977年に、海老名史跡短生会が制作した海老名郷土カルタにも、その辞跡が歌われている。また、明日の4月27日には、地元の人々による供養が行われる。 abcd エビナ郷土カルタのエビナ氏公式サイトハット abcdfghi e jk 第8回オンコカ日誌農民をかばって疑問参打言うエビナ氏公式サイトありがとうございます